はい、それでは、今週の、計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は、多倍長整数のですね、その加算のとそのアルゴリズムについて説明をしました。で、今日はその続きで、その計算量についての、一通りの説明を行ってから、その多倍長整数の加算におけるその計算量の見積もりをしていきたいと思います。でテキストは昨日前回までのところから若干戻りまして、9ページのセクション 1.2 の全近記法というところを見てください。でこの計算量というのは英語ではよくコンピュテーショナルコンプレクシーと呼びまして、で、前回の授業でそのアルゴリズムとはどんなものかということをやりましたけれども、そのアルゴリズムの効果を測る上での理論的な指標の一つとなっております。でその理論的指標というのがですね、どういうものかってことなんですけれども、その我々、皆さんもですね、そのアルゴリズムを作りました、もしくはその何かの計算をしようと思って、その計算をするプログラムを書きましたっていうときに、そのじゃあ実際にそのプログラムを作って、その皆さんが必要なこう処理が現実的にうまく行えるかどうかっていうことを、ある程度経験を積むと、やっぱり事前にこう確かめておくのがこう世の常かもしれません。というのは、今の時代は計算機の性能が昔に比べて飛躍的に上がりましたから、例えば皆さんのパソコンでですね、こう大体のちょろちょろっとしたこうデータ処理ですとか、それから計算っていうのをプログラムを書いて走らせれば、大体の計算というのはあっという間に終わるんですけれども。歴史的に見ますと、そういう意味でですね、我々は非常に贅沢な時代にいると思いまして、昔は僕も知らない話で、僕も聞いただけの話なんですけれども、例えば、計算機というのはですね、こう大学ですと、その中心の計算機センターにこう神様のように鎮座していてですね、でこう我々はですね、こうプログラムを例えばパンチカードと呼ばれるカードですね、イメージとしては多分皆さん大学の授業アンケートやりますよね。授業アンケートでマークシートを使いますよね。あんなマークシートぐらいのカードが大きなんですけども、ああいうカードにプログラムを打ってですね、それをこう持って、こう計算センターに詣るわけです。詣て、そこ のカードを読み込む装置にカードをセットして、で、パンパンとこう無事プログラムを動きますようにとお祈りをしてですね、で、それでプログラムを読み込ませて、結果が出るのに1週間とか、そういう時代があったわけですね。ですので、もちろんプログラムが正しく動くように正確にあらかじめ書くということも重要なんでと思いますけれども、それと同時に皆さんがその当時の人々がですね、自分がやりたい計算がですね、ちゃんとその時間内に終わるかとか、あと昔はその大学、例えば大学のコンピューターを使うにしても1人何時間という制限があって、その時間を超えると途中の計算はバッサリ落とされてしまって何も残らないとか、そういう事情もありましたから、そういう意味では例えば制限時間内にきちんとその答えを出してほしいというような場合には、ちゃんとそれなりに対応したプログラムを書く必要が昔は、少なくとも昔はあったわけです。で、今はそんなことは、昔に比べれば少なくなりましたけれども、でも最先端の分野ではやはり最先端にふさわしい
大量のデータを扱います。例えば、今ですね、確か物理で興味ある人は知ってるかもしれませんけれども、セロンってありますよね、スイスの。原子核物理の実験機構でありますけれども、あそこにラージハドロンコライダーという、まあ、世界最大の加速器があります。NHK のニュースですとよく山手線一周ぐらいの距離のとか言いますけど、大体そんな感じみたいですね。こう20何キロの、全長20何キロの円形ですか、円形の加速器があって、でそこでこう、まあ、ついこの間もですね、なんかいろんな本格的な実験が始まったというニュースがありましたけれども、でそこで出るそのデータの容量というのがですね、まあ、ペタバイトのオーダーって言うんですね。でペタっていうのはどの単位かっていうと、皆さん持ってる、USB のメモリのスティックが大体まあ 8GB とか 16GB とか GB のオーダーですね。で、GB が、1000GB になって 1TB です。で、それがさらに 1000TB になって 1PB ですね。ですので、まあ、皆さんの持っている USB の大体100万本ぐらい の容量のデータが実験で得られると。だからそういうそのクラスのデータ量になると、やはりこういったそのアルゴリズムの効果が高いものでないと、こう処理にすごく時間がかかってしまうんですね。まあ、そういう意味で、そのアルゴリズム の効果をまあ測るっていうのはこう大事なわけです。でしかも、もう一つはその理論的に測るということが大事で、実際に何でしょうね、コンピューター走らせてから1時間待って2時間待って何で出ないんだろうっていうのだと時間の無駄になることもありますから、ある程度事前にそのじゃあこのアルゴリズムでこのデータ量だったらじゃあ何時間ぐらい処理にかかるかと、あるいはそのデータ の大きさに応じてどのぐらいのその比例関係でその計算量計算に時間がかかっていくかとか、そういうことをある程度その前もって理論的に掴んでおくってことがまあ重要になるわけです。まあ、そういう意味でね、その理論的指標というのがいくつかありまして、でその中でもその計算量というのがその理論的指標を測る上でよく用いられているものですので、ここでもやっておきますという話です。で、この計算量なんですが、大きく分けて2種類あります。一つは時間計算量と呼ばれるものでして、英語ですとタイムコンプレクシティと言いますけれども、これは必要な計算のステップ数です。もう一つは空間計算量と呼ばれるもので、で英語ですとこれはスペースコンプレクシティと呼ばれます。でこれはですね、計算に必要な記憶容量のことを指します。で、まあ、一応それぞれについて、まあ、大雑把に説明しますけれども、まあ、時間計算量の方はその、まあ、ステップ数ですね。ステップ数っていうのは例えばそのステップについてはこうその場その場で定義をするんですけれども、まあ、今我々がこう使っている1ステップの定義っていうのは、まあ1ワードの加減上場ですかね。例えば1ワードの加減上場を基準としてじゃあ何ステップその計算に時間がかかるかということを測るものです。でこれに対して空間計算量というのは、まあ、これメモリの
まあ、主にメモリの記憶容量なんですけれども、その、多分まあ、皆さんもですね、いろんな計算をしているときにやってると思いますが、そのアルゴリズム、一つのアルゴリズムでこう計算を行う際には、こう途中結果がこういくつか出てきます。そうすると、途中経過を何段階かこう皆さんも紙に書き留めたりしながら計算すると思いますけれども、それと同じで、そのコンピューターでもその途中経過をメモリにこう保存しておいたりする必要があるわけですね。そうすると、ある計算をする際に、その、じゃあどのぐらいメモリを例えば途中経過の保存ですとかに使うかっていうのは、そのアルゴリズムによっても多少異なってきます。で、こういうのがそのどういうところに重要かというと、例えばそのメモリの大きさですね、非常に制約がある場合ですね、例えば、そうですね、皆さんの携帯電話なんかは、そのパソコンに比べればこうメモリの全体の容量は少ないわけですから、より小さなメモリで、しかもその、今のその、携帯電話なんていうのはその何でしょう、タッチパネルも対応していて、でこう皆さんがこう指で動かしたりする際にすぐに追従するように、なるべくこう効率のいい直感的な動きができるようにしなければなりませんから、そういった意味でこう、まあ、この記憶容量についても工夫が必要ですし、それから計算のステップ数についても工夫が必要だと、そういうような側面もあります。ですので、まあ、ちょっ とこの空間計算量がシビアに効いてくる分野というのはちょっとまあ特殊な場面もありますけれども、今回はその主にこの上の時間計算量ですね、この時間計算量に絞ってその話を進めていきたいと思います。で、その計算量の表し方が、その先ほどテキストで指示をしました、その全近記法と呼ばれるものです。テキストのセクション 1.2 ですね。で、この全近記法というのは次のその、まあ、アイディア枠組みで行うんですけれども、t という、まあ、関数です。関数もしくは写像を用意します。でこの t という関数は、もともとはこの皮膚の整数の集合、まあ、n と書きましたけれども、この n から、皮膚の実数への写像です。で、その、まあ、皮膚の整数としてスモール n という値に対して、まあ、tn という、こう、値を対応づけるわけなんですけれども、で、この最初に与える n というのが、この入力データのサイズと呼ばれるものです。でこのサイズというのがどういうものかというと、これはの入力するデータの内容、もしくはその性質、あるいは皆さんがその計算量を調べたい対象によっても異なってきますけれども、まあ、一般的には例えば、数の桁数ですね、もしくは今回のようにその多倍長数を扱っている場合はそのワードの個数などがあったりします。
でもしくはこの後ですね、この授業ではその多項式を扱いまして、多項式に対するいろいろなアルゴリズムも扱いますけれども、その際には例えばその多項式の次数なんていうのもこのサイズとして取ってくることもあります。で、こういった例があります。で、ここでは その計算量の例とですね、その比較の例をちょっと見てみましょう。あるアルゴリズムがあったとしまして、で、それに対してこの Fn というのをその関数を考えるんですけれども、この時 n というのは、多倍長数のそのワード長としましょう。ワード数か。ワード数に対してこう tn っていうその計算量の関数を定めたとしましょう。で、その中で、その、アルゴリズム、例えば1とアルゴリズム2という、こう2種類のアルゴリズムがあったとして、でその2種類のアルゴリズム間で、その計算量が異なっていたとします。アルゴリズム1の計算量を、T1n として、アルゴリズム2の計算量を T2n としましょう。で、それぞれをこう計算しましたところ、T1、アルゴリズムの1の計算量が、an、これ a は正ですけれども、正の実数として an となりました。それに対して、アルゴリズム2の計算量の方は bn2 乗となりましたと。で、これからそのどんなことが読み取れるでしょうかということなんですけれども、我々は、皆さんはですね、その1年の微積分のときに、この全近的にこう大きくなるとか小さくなるということを、オーダーの記号でやりました。それちょっと思い出してみてください。大体それと同じ感覚で、こう観察できればいいことになります。で、この場合ですと、アルゴリズム2の計算量の方が二次関数ですので、いずれはこの、関数で言うと T2 の方が T1 を追い抜くということが分かると思います。で、そういうときに、この2つ そのアルゴリズムの計算量を比べると、そのこちらですね、アルゴリズム1の方の計算量の方が、全近的により小さいという言い方をします。というような形で、その全近的なその関数の振る舞いを見ることによって、その計算量を比べますという話です。で、他のにですね、こうしたアルゴリズム の計算量を調べる際によく出てくる関数は、ここにありますような多項式
もそうですけれども、あとは、例えば定数関数であったりとか、それからあと指数関数、それから対数関数なんていうのが代表的に出てきます。ここまでいいでしょうか。はい。それで次に、その計算量の記法をですね、一応一通り紹介していきたいと思います。で、これからは少しこのテキストに沿って話を進めますけれども、そのテキストの定義 1.1 を見ましょう。全近記法と呼ばれるところです。で、ここでは、FN と GN はそれぞれ非不整数から実数、非負の実数への関数とします。まあ、実際には、そうか、実数を非負に絞らなくても一般的には成り立つと思いますけれども、まあ、一応、まあ、計算量に関しては、一応計算量は時間的な量なんで、まあ、比負と仮定してよいでしょう。で、教科書とですね、説明の順番を多少変えますけれども、全体的な内容は一緒です。で、まず最初に紹介しますのが、ラージ O ですね。ラージ O ノーテーションですね。で、これは全近的常解と呼ばれるものでして、でこれは微積分で習ったラージ O と同じものなんですけれども、一応復習のためにと書いておきます。GN がその、FN のラージ O に等しいという書き方なんですが、でその定義を書いておきますと、ある正の C と、それからある正の N0 が存在して、N が N0 と等しいかそれ以上ならば、GN が FN の C 倍で抑えられるというのが、まあ、皆さんがかつてやったはずのラジオの定義です。で、それからの、テキストのこの定義ですと、まあ今僕の書いたこの記法とは若干異なるんですが、それはどこが異なるかというと、テキストの定義は、このラージ O の FN というのを、まあ、
FN に対してこういう性質を満たす関数の集合というふうに定義しておりますので、で教科書の定義に従って書くと本来はこの GN っていうのはFN のラジオの元であるという書き方をしなければなりませんけれども、まあ数学ですと慣例的に、まあ多分1年の微積分の頃からこういう書き方してきたと思いますし、まあ、本質的にはこの教科書の記述と同じことを考えていますので、ですので、まあ、一応この書き方で進めたいと思います。なのでまあこう厳密性に関してまあ、心配な人もいるかもしれませんが、一応多分一応大丈夫ですので、その辺は安心して進めてください。で、次に説明するのはスモール O のノーテーションです。で、このスモール O も以前微積分で出てきたものと同じ定義です、ものです。一応その定義も復習のため書いておきます。GNN がその、FN のスモール O に等しいとは、任意の皮膚の実数 C とに対して、ある正の N0 が存在して、N が N0 と等しいかそれ以上ならば、GN が C 倍の FN で抑えられるというものです。で、これはすなわち、極限の記号を使って書きますと、FN 分の GN がその N をどんどん大きくしていくと、どんどんゼロに近づいていくと。すなわち極限値がゼロであることを言っていまして、これを微積分の場合には、その GN は FN よりも高位の無限小であるという言い方をしました。で、それはまさにその通りの定義ですので、復習しておいてください。はい。そうですね、すみません。ここですね。はい。ありがとうございます。で、3番目が、3番目ですが、オメガですね。オメガノーテーションと呼ばれるので。これは全近的解と呼ばれるものです。で、まあ、定義の趣旨としては、1番の全近的な上階の逆を言っていて、その、まあ、1番っていうか、数学でよく上から押さえるってことはやるんですけれども、まあ、これはその逆で、下から押さえるっていう記法を、まあ、であるということです。一応それやっておきます。まあ、GN がそのオメガの FN であるということの定義なんですけれども、あるまあ C の値、あ正の値 C とそれから正の値 N0 が存在して、
で、まあ、n が n0 と等しいかそれ以上ならば、gn は fn の c 倍でしたから抑えられるという定義です。で、4番目が、テキストでは一番上に書いてあるその大文字の θ ですね。大文字の θ のノーテーションと呼ばれるもので。で、これは、今までに説明しました1番目のラージオーとそれから3番目のオメガ、ラージオメガで上と下から同時に抑えるという、そういう評価です。ですので、まあ、GN がラージ θ の FN であるということの定義として、正の値 C1 と C2 と N が存在して、で N が、ごめんなさい、これ N0 でしたね、すみません。正の値 N0 が存在して、 N が N0 と等しいかそれより大きいならば、GN が、上からは FN の C2 倍、それから、下からは FN の C1 倍で、それぞれ上と下から抑えられるというのがこのラージシータの定義です。で、最後に、オメガ、スモールオメガですね。スモールオメガのノーテーションですけれども、これはテキストにもありますように、まあ、アルゴリズムが、N が大きくなれば発散するという定義なんですが、もちろんその発散する際のオーダーが大きくなるという、大きいという意味なんですけれども、その GN がその FN のスモールオメガであるというのは、任意の正の C に対して、ある正の N0 が存在して、n が n0 と等しいかそれより大きいならば、gn は c 倍の fn でしたから、 c 倍の fn でしたから抑える、もしかしてそれより大きくなるということですね。
で、これは、まあ、これも皆さんすでにやっていいと思いますけれども、まあ、Gn の方が Fn よりも早く発散するということを意味しています。ここまでいいでしょうか。ですので、まあ、計算量の評価は基本的にその我々がその、まあ、微積分の段階で勉強したその全近記法に従って行うと。で、一応計算機科学ですと、そのいくつかその新しい記号が出てきますというのが大体この話です。一応今までのこの定義を踏まえてですね、この前回の授業でやりましたその多倍調整数の加算の計算量の見積もりをしたいと思います。で、先ほども触れましたけれども、その計算量をその見積もりを行うためには、その入力データのサイズとして単位になるものを決めなければなりませんが、ここではそのワードごとの1ワードあたりの指則演算の回数ですね、それを単位としたいと思います。先ほど出ましたその計算量のためのサイズとしては、ワードごとの指則演算を単位としますので、そうしますと、その、じゃあ、その指則演算がその何回出てくるかということをもって、このアルゴリズムの計算量とします。で、一応前回書きましたそのアルゴリズムですね、記憶テキストですともう一度今までやっていたところのテキスト15ページに戻りますけれども、この多倍調整数の加算のアルゴリズムに戻って各ステップの計算量を見ていきたいと思います。ここからその前回書いたアルゴリズムをもう一回書き下しますので、ここから必ずしも皆さんは移す必要はありません。ですので、先週書いたところに、その計算量に関するコメントを書き加えてもらえれば十分だと思います。で、一応このアルゴリズムを振り返ってみますと、まあ、合計で主なステップが3ステップありました。で、まず最初のステップに、そのガンマゼロという変数があって、まあ、それに、ゼロを代入するというステップがありましたけれども、一応今回は代入にかかるコストですね、計算コストは無視して話を進めたいと思います。先ほど述べましたが、基本的にその指則演算の回数をこう調べるという方針でいきます。で、2番目にその多倍調整数を構成する各ワードごとのその加算の繰り返しのステップがありました。で、この
2番目のステップは、まずフォア分がありまして、でここの計算をですね、何回繰り返すかっていうのを見てみますと、まあ、i が0から k マイナス1まで繰り返すということですので、合計で k 回こう繰り返すということに注意しましょう。と言いますのは、このフォア分の中でですね、1回のループで行っている計算が、計算ステップが出ますと、フォア分全体では、それを警戒した、値というのが、このステップ2での計算量になることになります。で、じゃあ実際このループの中で、何が行われていたかというのを見てみますと、まあ、単精度のですね、整数の加算が行われておりました。それぞれの記号の意味は、まあ、先週のノートで各自後で復習していただきたいと思いますが、ここで注意してほしいのは、この各ループ内で行われている即演算は、この加算が2回ということですね。加算2回行われていることに注意しましょう。で、3番目のステップは、その出来上がった多倍長数の和ですね、これを返すというステップでしたが、今回はこのリターン分に関わるコストは今回は無視することにします。ここまでいいでしょうか。でそうすると、今回この多倍長整数の加算のアルゴリズムの中で、計算量に直接関わる部分は、この括弧2のループの部分なんです、ということになります。で、その回数は何回かというと、1回のループあたり加算が2回で、これを k 回ループを繰り返しますから、単純に計算すると、合計で、加算が2系が行われるということが分かると思います。ということで、このアルゴリズム全体で行われる計算というのが加算2系回でしたので、そうすると計算量なんですが、2K を先ほどの全近畿法で表しますと、まあ、ラジオの K、もしくは、まあ、下から押さえていると言ってもいいので、まあ、ラージシータの K というふうに表すことができます。で、大事なのはここからで、ここから、多倍長整数の加算の計算量がですね、何に比例するかっていうことをちゃんと見ておくことが大事です。で、k に比例するということは、この k というのは何だったかっていうと、
この、まあ、配列ですね、この A とか B、入力の A とか B の配列のに含まれる、その単精度の整数の長さだったんですけれども、その長さというのはどのように決まっていたかというと、実はこの、入力になっていた多倍長数の長さから来ていました。ですので、このアルゴリズムの計算量というのは、その入力とされる多倍長数の長さ、もしくはワード数に比例するというのをここから読み取るということが大事です。そうすると、こっち書いておこうか。このアルゴリズム の, その時間計算量というのが、その入力の多倍調整数 の, あのワード数、長さに比例するということで、そのこういうその理論的な見積もりをしますと、まあ、大まかなんですけれども、そのこれから皆さんがプログラムを使うときに、いろいろな入力がやってくると。でその入力は、例えば多倍調数であれば大きいものもあれば小さいものもある。そういったときに、そのどのぐらい計算コストがかかるかっていうのを、あらかじめそのある程度見積もりを立てることができるようになります。例えば、例えば今まで扱ってきたデータからですね、今度のデータはちょっと大きくなって、どうも多倍調のワード数を見てみると100倍ぐらいになっているぞっていうことになれば、そしたら大体この計算時間というのは今までの100倍ぐらいかかるんだなというふうな、そういう見積もりを立てて、こう物事を進めることができるようになります。そういう見積もりを立てる上で、この計算量の理論的見積もりというのはよく使われていますので、でしかも、基本的な見積もりの仕方というのは非常にエレメンタリーなその計算の繰り返しですから、ぜひその概念を掴んでほしいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。はい。それではですね、ちょっとそのこの説の最後の方に一つ話題がありますので、それを説明しておきます。テキストですね、15ページの下から2行目ですね、その符号のついた多倍調整数の表現の話が載っていますので、少し説明しておきます。で一応今まで考えていたその多倍調整数 の, 加算のアルゴリズムに使った多倍調の整数というのは符号なしということで表現をしておりました。しかし実際にはその符号をついた整数を表す必要がこう出てくることはまあ想像できます。でただしその、まあ、今我々がその勉強しているステップの中からするとこの話題というのはややその細かい話になってくると思いますので、ここではまあ、ざっと眺めておくぐらいの話をして、あまり細かいところには立ち入らないで次の話題に進みたいと思います。で、テキストにもありますように、その、まあ、符号のついた整数の表現っていうのは、その多倍、さっきにやりました、その、1ワードの整数の場合においても、まあ、いろいろなやり方がありますけれども多倍調の場合にもそのいくつかのやり方があります。で、まあ、例えばその
まあ、符号がですね、その数の符号が正か負かっていうのを、この数自体と別のところにこう情報を持っておくっていう理にも ありますけれども、もう一つのやり方としては、まあ、このこれ以前 その負の単精度数 の表現でもやりましたように、その2の歩数を用いた表現を多倍長にも最初に採用するというやり方がありますので、ここではちょっとそれを紹介しておきます。でここではまあ、これまでと同じようにですね、このある数をその例えば n 個 その単精度数を使ってこう表すということにします。まあ、この今ですね、V という数をですね、その単精度数の A0 から AK-1 の並びとして表します。で、その意味は、以前にもやりましたけれども、こちらにありますように、その A の0が一番小さい桁ですね。それから順に A1、A2 というふうに桁を、大きい桁を表現するような数として表します。で、ただし、ここからがその、これまでの話とちょっと異なる部分なんですけれども、最上位のワードですね、ここですと、最上位のワード、A の K マイナス1ですね。n の k マイナス1の一番上のビットはですね、符号を表すようにします。それがどのように表されるかというと、最上位のワードを箱の形で表しますけれども、最上位ワードの M の A の K マイナス1を箱の形で表すと、まあ、このような形で表していますけれども、で、ここに2の歩数を入れるっていうんですね。で、まあ、下の桁は順番に、2の0乗の桁、2の1乗の桁、2の2乗の桁というふうにしていって、この最上位桁の一つ右までは、正の数を重ねるんですけれども、最上位桁に、マイナス2の n マイナス1乗を持ってくるっていうのがこの2の歩数の表現でした。で、この2の歩数を用いた多倍長数では、この最上位ワードについてこの2の歩数の表現を入れましょうというのがそのアイデアです。もう少しきちっと書きますと、そうすると、A の K マイナス1が、
実際にはで最上位桁を除いた部分は正の、数を足して加えていってで最上位桁はこのように引くという形でこう負の数も表せるようにするというのが、この最上位ワードの付け方ですね。そうしますと、この定義でその ak-1 が表せる数の範囲というのは、一番小さい数がマイナス2の k-1 乗で、ごめんなさい、ちょっと待って、n ですね、ごめんなさい。ここでいいでしょうかね。一番表現できる一番小さい数が2のマイナス2の n マイナス1乗で、一番大きい数が、2の n マイナス1乗を、なんか、そうだね、違うね。n マイナス2でしたね。はい、すみません。で、これがマイナス1ですかね。マイナス1ですかね。もしかしたらちょっと手元のノートに誤りがあるかもしれませんが、こうなるんじゃないかと思います。なので、ちょっと確認しておいてください。でまあ、こういった形で最上位の数を表すと。で、それを使うと、その全体のその多倍長数の値の範囲というのが、こうですかね。もしかしたらちょっとこの辺の見積もりに誤りがあるかもしれないので、もし誤りを見つけた人がいたら後で本人で教えてください。まあ、基本的にこういう形でその、まあ、多倍長数で負の数を表すことができる、まあ、一つの方法としてその2の個数を使えるという話をしました。ここまで質問ありますでしょうか。一応、ここのセクションについてはですね、符号付き多倍長整数の説明はこのぐらいに留めておきますけれども、テキストには演習問題がありまして、問題 2.7 というのに、その、単精度の、数をですね、2の個数を用いて表して、そういう演算をこうコンピューターが持っているときに、じゃあ多倍長数の、その引き算をですね、どのように行うか、アルゴリズムに書きなさいという問題がありますので、まあ、興味のある人は考えてみると良いのではないかというふうに思います。もしくは、皆さんもプログラミングには少しは経験があるでしょうから、今、授業でやりました、その多倍長数の、加算や減算をですね、こう自分で組んでみると、こういろいろ実感が湧くかもしれません。
で、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい。じゃあ、それでは、まあ、今日はちょっとキリがいいので、このぐらいにしまして、次回なんですが、まあ、次回はこのテキストのその先を進みます、セクション 2.2 のその多項式の表現としまして、まあ、多項式の表現の仕方、それから加算の仕方、それからその応用としてフォーナー法といった方法に進んでいきたいと思います。それでは今日の授業はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。